はい、みなちゃん、ゲームイズサラマンダーです。はい、みなさん、こんにちは、シロです。というわけで、はい、サラマンダーがついに重心化したので使っていこうかなと思います。これはさすがに届かない。あの会場以外で使うのあれだわ。確かに違和感あった。長距離ブレスだってほぼ全画面なんで。そうだ、反射バランスドラゴン、はい、はい、でアビティがアンチ重力バリアにアンチウィンドウついてます。でちょっと飛行魔王キラー N で SS が、打撃レーザーですね。8ターンと、20ターンで打てます。で友情が今見ていただいた通り長距離ブレスとフレームついてますね、はい、友情強いな。友情強いですよね。これやばいな。長距離ブレス殴りも強いし、うん、魔王相手だったらね。まあ、今回とりあえず今来てる時間帯ではエスカトロジーとかね来てないんで、エスカしかないですね、うん、ちょっとものすごく強い場面はね、うんうん、そんなにお見せはできないかもしれないですけども、でも十分今ポルターに対してはこれ、そう使ってるのがポルターガイスポルターガイスっていうからヒットポイント低すぎワールドなんですよね、うん、ちょっとね。でも友情強えな。これ2体作っていいか。今自分1体しか作んないかなと思ったけど、超強ブレスなんで。そうだよね、普通に作っといてもいいと思いますけどね。ただなんか使うところっていう話になってきますよね、あとはね。来たら作るでもいいと思いますけど、まあでも確かにな、来たら作ろうかな。これ2体は確実に作っとく系のキャラだと思いますけどね、うん、なんか今回からそのさ、はい、新イベントでも重心化なるから、ちょっとその重心化のバランスも見て、作るバランスも見ていかないと肝心なところで重心化できないみたいなところもあるかなとか思ってたけど、結構する人多いですよね。強いね、うん、するする人いますよね。これちょっと殴ってみると特に低すぎるゲージじゃなくて数値で見てほしいですね、うん、そうだにしても強かったけどね、うん、今92万出しましたから弱点じゃないところで、ちょっと横でスイスタムライトやっぱ打撃レーザーのレーザーが2段階ならかなり強かったっすね。あ、そうっすね、うん、やっぱ打撃レーザーはやばいね、予想通り の、うん、リコールのもらってるね、これは、はい、自分に。あとフレームが地味に仕事してるなと思いましたけどね、サラマンダさん、うん、長距離ブレースだけかなと思ったけど、フレームがやっぱフレームはね、うん、情報修正されてからそんなに大きく使ったわけじゃないじゃないですか、うん、なんで、まあ、使ってる人はもちろん使ってると思うんですけど、うん、全然使ってなかったんですよね、僕フレームって。なんで、まあ、そもそもだよね、結構びっくりしましたね。そんな出すかと思って。キャラも強いところで持ってるのほとんどいないからね、だからこれを機にちょっとフレームは若干見直ししてもいいかもしれないですね、うん、長距離ブレスとフレームっていう組み合わせは割とありだったかもしれない。フレームは範囲も広がったっけ、広がったんだっけ、範囲どうだったっけ、なんか大きくなってない。遠くにいた時にかするように当たった時あったじゃないですか、あれでもなんかダメージが出るようになったとは聞きましたけど、うん、自分フレームの追求を行ってないんですよね。今見たらこんな広かったっけ、今のはブレスですね、下のそうだよね、まあ、ブレスも入ってるとは思うんだけど、なんかこれやばいんじゃないですか、これ、まあ、倒してからって下行きますよね、またやば、相変わらずやな、超強ブレス、なんかすげえ強く感じるんだけど城之内のブレスの方が強いはずなのに、まあフレーム入ってるからか、クエストがいいですね。クエストもそうですね、確かに分かりやすさあるか、分かりやすさがあるし、なんかさっきから配置もすげえよく取れてる、うん、これ多分ね右上の 2P 届かないですよ。あ、まだ下届かない、これちょっと範囲で見せてほしいですね。ダメそう、これなんかね、端っこから端っこの波は届かないんですよね、長距離ブレス。なんか全画面って言われてるけど、なんかそうだね、なんだっけ、近畿の五右衛門使えるところでたまにそういう時あります。あ、あの中、うん、これちょっと張り付くか、ダメを回避もできるし、どっちだ、あっちか、誰こいつ、大きい張り付いても勝ちでしょう。これ打たなくていいか、打撃なんで弱点、うわ、なんか音が結構でも前難かったけどね、難しかったですね、すげえ難しい、ほんとなんかあれですよね、あれ打ってきますよね、リワインドブラスターみたいな打ってくる、そうですよね。これどうしようかな、これ縦でいいか、結構出しちゃいそうだけど当たんないんじゃないですか、
なんだ、化けたな。来ましたね、上がり幅がエグいっすね。エグいね。だからもう魔王キラーを度外視して使ってあげたほしいわ、ね、うん、このユーザー力だったら全然使えるじゃん、うん、これ飛びそうだけど、もう消化しようか。これは現実で、今そうね、単体なんかいい、これが現実ですね、リアルなあれが見れてる。これでもレーザーだけ見せ、あ、まあでもあれか、どっちも見てるかって。よっ、よし、これがむ、これが、え、これ戻ってきてたっけ。そうです、これマジやばかったっす、当時から。これ裏打ちする。次俺いけるか。打てますよ、はい。あ、これレーザーにしたカンカンだ。左だと嬉しい。上か、これフレーム入っちゃうんだよな。これか、2段階でミスはすいません。うまい。いや強っ。でもこいつやばいな。やばいね、もっと出そうだったよね、うん、打撃部分多分今弱点入ってなかったっぽいから、うん、レーザーは出たって、うん、これやべえな、やっぱ300-400ぐらいは多分出るはずなんで、ね、うん、ラク高いんですよ。ラク高っ、サラウンド超高い、全マゼ72とかいくんですよ。まあ、使わないですけどね、多分。じゃあもう一個ちょっと、うん、行ってみましょう。はいはい、最近、はい、お世話になってるマリシテに来ました。これちょっと友情見てみたいな。強っ、間違いなくこれは強い。おお、今のがやばいね。これはさすがに強かったね。強い、びっくりした、弱点があって。でフレームもちゃんとしっかり出してる。今のはな、今のなんか密着具合は、うん、フレーム仕事しそう。こんなんもうラセスが早い。こっからだよね、位置によっては2段階目一発目。乗っていかないかな。乗っていくかな。うわ、強っ。本当に節制。このこれリコールなんだよね、多分ね、うん、打撃レーザーが。しかも今乗ってないよ、完全そうだよね。今のは対象外でこれ強っ。なんかリコール叩くと同じ感覚になりません。これやばいね。やべえ。重心化の打撃レーザーみたいな、やべえな。どうかしてるし、打撃レーザー。なんだこのぶっ壊れたの、これ、うん、お手軽ぶっ壊れじゃんね、こんなの。すげえ優遇されてんな、あれ。ターン数以上の活躍でしょ、マジ。いや、間違いない。さっき言ったやつ、もう6ターンって書いてあるよ。おかしいだろ、82は。今のは強いね。あと、なんか、捨てが結構もらえたのは超大きいっすよね。うん、なんか、もう。普通に高いよね。いや、超高いと思う。おかしいと思う。なんでこのサラダマダ強くしたんだろう。ゲージで普通に3万超えて、キライターションもその2倍なんで6万近く、うん、まあ、3万当たり前になってくるかもしれないですね。うん、3万すごいか。まあ、もともと、あ、まあちょっとあれか、進化が低いっちゃ低かったか。神化がなんか割と切らなくなった、うん、まあそうだね。でもそんな高いってことでもなかったですよね。アビがない割には低いのか、うん、もしかしたら低いのかもしれないけど、嫌えるになっちゃったから、ね、うん、情報組ですからね。こいつでも本当いいな。どうしようかな。翔さんなんかそうか、また打てんのか。打てます。会社これでしょ。もう貼られても関係ないから、ね、今まで結構貼られて苦労してきたけど、十分収力、まあ、ちょっと HP はね低いかもしれない。1段階打ちます、ね、うん、いやいや、ゲームスイワールドじゃんこれ。150はやばいっしょ。150-150で連続出せるんでしょ。いや、すげえ。
これ今のブレスじゃないな、うん、フレームだな友情、うん、今弱点取ってなかったよ、しかも今の多分670万フレームっすね、多分フレームやっぱ距離依存なのかな、完全に距離が近いとって言いますよね、うん、強すぎだろう、あ、裏レーザーある、いかないか、裏バリあるか、内処理これちょっともう友情出しか、これやばそう、もういいブレスさせた、だからやっぱフレーム遠いとちょっと茶番っすね、うん、近いってやっぱ強かったっすね、フレームだけの数値って見づらいからな、確かにこれ攻撃、フレームに詳しい人です、ダメを完全にかっ、うわっうわっ、あっ、まあ、すいません完全にはダメを見ないで使っちゃったダメを何も考えなかった、あ、マジ申し訳ない、ラクルミあるんで、これ裏打ち、さあちょっとすいません、あとはですね、今ので気づきましたけど、まあリコルの時もそうだったか、2段階目と1段階目でレーザーの太さが違いますね、うん、2段階目も超拾える、これこれ打撃だな、160だ、170が出てんのか、3本分ぐらい違う気がする、これ打撃やっぱ強いな、打撃レーザー重心がおかしいな、間違いないね、打撃レーザーなんかもらってたらこれ、うん、うまい重心玉、打撃レーザーなんか毎回結構おかしい、最近なんか使ってみただけでマリシテンがどんどん落下がってくるんだけど最近なんかめっちゃ使ってません、マリシテンはいや言ってる、最近めっちゃ言ってますよね、怒られてる印象あるマジ、はい、というわけで、今回ねサラマンダー、キラかな、サラマンダーこれ使っていきましたけれども、うん、十分じゃないですか、強かったと思います、うん、上がり幅がおかしいね、上がり幅はやばいよね、急に上がるやつってやっぱいますよね、うん、だからあとなんか接待かなんかをもらえれば、これもう満点じゃない、うん、跳ね上がるキャラではありますよね、まあ、最近はなんかどれも一定ライン以上にやっぱ強くて、うん、ザ・重心化みたいな強さをもらってるけど、うん、そっから分岐するのって今後の運営さんがどれぐらいはめてくるかだと思うんですよね、そうだね、だからみんなスタートラインは一緒なんですけど、うん、そっからはまんないからね、リコールほどパンチ力もないし、うん、打撃レーザーがあったとしても ね、属性的な問題がちょっとあるから、そうですね、まあ、それはそうですね、魔王とかはまあいいかもしれないけど、うん、で毎回言ってますけどやっぱキラー持っててもそのキラーを度外視して連れていくと強いってこと結構あったりするから、うん、こいつの友情はそこの面でかなり優遇されてるから、いいですね、うん、でもこれならちょっと使ってみて納得しましたね、キラーの内容も、うん、そうだね、うん、キラー乗ったらちょっとやばかったですね、これこれいい重心化だね、うん、マジでだいぶ上がり幅がおかしいですね、これすごいいい重心化だな、ずっと今までのやつがさ、ちょっと強化されたぐらいのが続いてたから、うん、最後サラマンダーだったら結構いい感じの2体になりましたよね、うん、続けて、あとまあね、そうだね、やっと壁ドンも終わったってところで、うん、フレッシュさもあり、ね、ありつつの、そうなんだね、うん、なんか珍しいですね、カタログスペックでちょっと弱いかなと思ってたけど、うん、結構強いなって思ったの、うん、まあ、ステーここまでもらえてるってのと、あとフレームちょっと舐めたかなっていうあれあります、ね、これ優勝やっぱこの組み合わせやってんな、うん、強いてかね、SS がリコルと同じになる可能性はあるんですよねとは言ったものの、本当にこうなるとは思わなかったですね、うん、こんな強い打撃レーザーやっぱもらってくるんだよね、本当最近の打撃レーザーね、ずるいねこれは、ね、これずるいよ、うん、リコールも82でしたっけ、88でしたっけ、リコールは どうだったっけ、ちょっと見てみるか、いや今ね調べてます、82や、全く同じなんだ、同じ、全く同じですね、82だ、なるほどね、それはそうだ、これちょっともう一体作ろう、うん、似た案件ですね、またどこでハマってくるかですね、うん、エスカトロジーとかはまあもう使うまでもなく強いと思う、うん、司教よりシャンバラも来るし、うん、はい、なんでまあここでも強かった、そこでも強かったとか、でもサラマンダー普通にねマジでいい重心かと思った人はコメント欄お待ちしております、まあでも本当新しいまたねシリーズがこれから重心化していくってなると楽しみだなっていう人はチャント登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、今回もゲームインザラジオ4からお送りしました、ナムマンダでした、シロでした、ご視聴ありがとうございました、小さい頃は神様がいて
不思議に夢を叶えてくれた。